安定を取り払って、ベンチャーの新しい、レッグスを。よっしゃー。初戦は0対3の大敗、その敗北により吹っ切れたようにも見えます。監督のレオザフットボールを信じる、今の彼らに迷いはありません。グループリーグ突破に向けもう後はない。持てる力を全て出して勝利をつかみに行くのみです。こちらは明秀日立、リベンジャーズと同じく1試合目を落としているため、この試合負けるわけにはいきません。関東大会王者の実力を示し、決勝トーナメントに駒を進めたいところです。さあ、選手入場です。グループリーグ突破がかかったこの試合、一進一退の攻防を期待しましょう。実況は毎度おなじみ下田でお届けいたします。明秀日立のフォーメーションは 4-4-2。 ゴールキーパー宮本、ディフェンスライン右から益子、今野、山本、細山のフォーバック、中盤センターに吉田と永田、右ウイングに永瀬、左ウイングに竹花、ツートップは根岸と山崎です。対するリベンジャーズのスターティングメンバーです。システムは 4-4-2。ゴールキーパードルジユータ、ディフェンスライン右からカズ、セイザ、コバ、タイガの4人、中盤にアセイ、ルチョ、そして右ウイングに辻本亮、左にソータ、そして大空達也の2トップです。さあ、注目の一戦、今キックオフです。さあ、初戦を落として敗水になりましたリベンジャーズ。相手はこれまた茨城県の強豪校、明秀学園日立高校、明秀日立です。明秀日立ゴールキーパーは12番の宮本です。両ウイング一回絞ろう、両ウイング一回絞ろう。さあ、ゴールキーパーの宮本から深いところに入れます。斜めに入れましたが、これをリベンジャーズカットして、右のサイド辻元にボールが入ります。斜めに背後、セカンドボール、大空も行ったんですが取れない。明秀日立ボール。さあ、明秀日立左のサイド竹花がボールを横に残します。22番の永田、永田の縦パス、さあ竹花を狙ってきました。相手のゴールキックの時に左のサイドソリッドに攻めようという姿勢を見せます。明秀日立前から。さあ、明秀日立もリベンジャーズに対してプレッシャーを前からかけます。シンプルに前、ボールを前に入れたのは13番の今野です。そして竹花、中に置いて打ってきました、枠内シュート。竹花流星、距離はあったんですが見事な枠内シュートを打ってきました。さあ、辻元です。粘る、局面が狭くなります。下がってきました大空。この位置に明秀日立16番の永瀬が絞ってます。この18番の益子、右サイドバックで背後に出した。これはチャンスになる、キーパー出る、浮き球で狙って剥がして打てるか。24番ストライカーの根岸、ゴールキーパーも浮き球で剥がして狙ってきました。さあ、右のタッチライン、辻元亮です。これはファール。さあ、ボールは後ろで出し入れはしてますが、なかなか前に進みきれないという状況です。2人で揃って行っちゃってるぞ。ちょっと倒れた汗い。根岸、あれはビッグチャンスではない。
さあこの位置からセイザが深いところに蹴る。セカンドボール達也追います。スローインを入れるのは7番のソータ、タイガーです。達也反転、ソータ縦、これで明秀日立はクリアに逃げます。後ろが2来るのが秘密になっちゃって、さあスローインです。深いところに入れました。そしてこの位置にタイガーがいます。ちょっとトラップ流れましたが、11番の浅井が近いところつけて浮き玉を上げる。ソータが入れましたが前で拾ってルチョ、フォローがあります。アセイ、そしてタイガー、ボールは高い位置で持てています。リベンジャーズ、ソータクロス、どうだ、合わせらヘディングシュート、ちゃんと合わない。明秀日立クリアボールでしたが、またリベンジャーズ拾った。攻めの形がちょっと見えてます。いい切り返し、大空上げた、チャンス、ヘディングができない。こぼれ球に反応します。大空、初戦とは違いまして、いい攻めがいくつか見えます。この12番の大空、まあ、初戦よりもちょっとベースの立ち位置が前になってるかも分かりません。いい切り返しからのクロスボール、うまく翻弄をしてから右のサイドクロスを上げてきました。さあ狭いところの応酬です。25番山本はセンターバック、ボールカットしてアセイ、ワンタッチカズ、カズはこのゲーム右のサイドバックが先発ポジションです。さあ深いところから一気に前、さあチャンスになるが、これは旗が上がっていたでしょうか。吉田が流し込んで24番の根岸というチャンスです。俊介、俊介、さあ対角にソータまでボールを入れます。タイガー、コバはこのゲーム右のセンターバックでスタートです。ドルジ、さあセカンドボールは明秀日立取ります。スペースに流し込む、ドルジに入った時の横を早めに、俊介、フリーで蹴ったボールだぞ。明秀日立は万場監督がチームを率いています。相手に先に触らせたらダメだよ。だからさあ近いところから繋いで数のパスです。永田、人じゃないよ、人じゃ。永田、また数がスローインを入れます。辻本亮、反転しましたが左のサイドの竹原が戻って守備のフォロー。永田、抑えてるところが根本的に違う。人じゃない、人じゃない。さあ長い球が出ます。こぼれ球を拾って、さあ根岸が勝負をちょっと挑みましたが、アセイのパス、辻本亮です。縦パスが入って大空、ラストパスを狙った、達也走る、すぐ達也もプレッシャーをかけます。上げる、はい、声かけ、声かけ、そう、誰がいっか声かけ、ちゃんと左折りようか。ドルジのワンタッチ、タイガーは中に止めたのでちょっとプレッシャーを浴びます。ここはクリアできるか。厳しいプレッシャーをストライカーの山崎博がかけます。山本さ、今度でもうちょっとボランチ管理しよう、勝手に行っちゃってるだろ。さあスローイン、ワンタッチで縦に入れます。リベンジャーズ、達也反転、反転から運びに行ったんですが、ここに25番センターバックの山本が厳しくつきます。
タイガーの小さなパスです。ここで背後を狙った、ソート走る、ゴールキーパーの宮本が出てきました。さあ宮本が深いところに蹴ります。数のクリアを辻本亮が拾った。これも裏、大空が合わせてきた。山本、非常にシンプルに背後を狙ってきました。少し絞った8番の辻本亮が背後に出して、12番の大空が前に抜けていきました。さあ、初戦に比べますと前方向に鋭く攻めるチャンスは少し増えている印象がありますリベンジャーズ。さあこぼれ球、うまく外して前に運んだ。さあ吉田のパスから左、竹原のシュート、ナイスキーパー、決定機阻止です。ボルチユータ縦、細山のクロス、チャンス、ヘディング、左サイドアタック完結、際どいチャンスでした明秀日立。まずは吉田のパスから竹原の枠内シュート、キーパー出ました。23番の竹原は左のウィングプレーヤー、勇敢な飛び出しでした。ドルジユータ、その二次攻撃からサイドバック細山が入れて、最後は16番右サイドのウィングプレーヤー永瀬瑠衣がヘディングで狙っていきました。さあ前半半分ぐらいが過ぎました。これは割ってます。長田やろうとしろ、こぼれ球、ルチョのパスです。さあこれでスピードは上げられるか。大空、辻本、辻本亮がまた大空に預ける、縦いった、西武大高校戦はなかなかこう敵陣に入るのも苦労していたリベンジャーズですが、後半はああいう形で前に抜けて、まあ、攻めるイメージは出ます。ゴールキーパーの宮本です。細山がカバーしました。左サイドバック、この14番の吉田がプレーを作る中盤のセンターの選手です。細山のワンタッチ、さあ前に緩急つけてルチョが運びました。辻本亮を下げます。アセイサイドチェンジ、後方からやり直します。コバ浮き球の縦パス、セカンドボール、アセイが広げます。カットイン亮、クロスボールがどうかな、決まった、達也です。12分リベンジャーズ新体制初ゴール。右のサイドから左足クロスボール、最後はストライカーの達也が仕留めました。最初のゴールは辻本亮のアシスト、達也のゴールです。さあリベンジャーズ1点リード、前半の12分に先手を取りました。
まあ、際どいチャンスはそこまで明秀日立もいくつかあったんですが、さあ右サイド永瀬出てクロスどうかな、よく戻ってカズカ頭に当てました。苦労があります。竹花が抜いた、踏み込んだ竹花のマイナス、最後はルチョのクリアです。これはルチョの素晴らしいクリアでした。さあ明秀日立このチャンスバウンド合わせて打てればというところでしたが、左足狙ってきました。右ウィングの永瀬まだあります。24番ストライカー根岸に小馬が厳しくつきました。さあ永瀬のクロス、セカンドボールバウンド合わせてアセイ、しょいながら達也、さあカットして亮、辻元亮が背後、達也行く、達也行った。スピードと背後への飛び出しはなかなかいいものがあります。達也、ソータ、アセイはワンタッチで残します。タイガはアセイに預けた。コバが一つ飛ばします。カズの頭、ルチョ、コバコバ、危ない時にはもっと楽な方に前に持ってくるのがいいプレーじゃないから、常に安全に。さあ中央からのフリーキックです。17番のルチョから左、ソータ、そこじゃないよ気にするのは、ソータ縦から上げました。流れましたがどうだ、足を振ってるかな、左足狙ってきました、ちょっと外、辻元亮の左足。ソータのクロスボール、クリアボールバウンド合わせて辻元亮がボックスで合わせてきました。最後は少し浮かせて左足で合わせたというシュートです。さあこの位置から縦にボールを入れます。落としに対してワンタッチ、さあ前にかかる明秀日立、ちょっと11番の山崎選手が倒れてますんで、そうそう今のところボールサイドのドラやってほしい。プレーは続行できそうです。11番の山崎、やり直し、下げるな、この立ち位置の時もうちょっと右、もうちょっと下げろ、そうそうそう、後ろ3作ってないと回せないから。さあセイザがボールキープです。コバ、ソータがフォローする。スローインは右のサイドバックマシコが入れます。明秀日立、アセイ20に抑えてドラが14。さあ玉木は攻め合いますが、ソータはスローインをタイガに任せました。さあタイガです。コバ、まあ、ここは小さくつないでいこうとします。マシコも近いところに入れます。なかなかリベンジャーズもこの辺から前に出ていくことができません。ドルジユータはカズにつなげて縦入れましたが、フリックからの展開がありません。
さあワンタッチで残しました明秀日立、22番の長田縦入れます。まあ、当ててワンツー気味の狙いだったでしょうか。24番の根岸、探すセイザ、小馬隊が左つくんの甘かったぞ今。さあ右のサイドのスローインです。セイザは横のコバを使います。一度飛ばして外側にソータ、タイガがこの位置で受けます。絞ったタイガはアセイに入れてルチョアセイ、まあ、これも動かしてますが敵陣に入るには至りません。細山です。カズは距離を出してもう少し前に入れます。大空のフリック、フリックしましたが誰もいないと。おっと取ったぞ達也、取って狙いました。まあ、スムーズにいったわけではないんですが、こぼれ球よく反応して達也がゴールを狙っていきます。前半残りあとちょっと、雨がちょっと強くなってきています。そうそうそう、守備の時は最初打ち、さあ明秀日立の宮本が長い球を蹴ります。こぼれ球を拾った永田が前向きます。この位置から細山がシンプルに背後、1点リードのリベンジャーズ、まあ、持った後これでつないで壮太から達也、これで敵陣まで抜けられるか。ちょっと手前でしたが入ります。さあ辻元亮斜めに逆サイド、あナイストラップ壮太。さあこの接触でフリーキック獲得です。コバコバキーパーに入った時作るの遅いから斜めにボールを入れてトラップから壮太が縦に抜けていこうとしました。今のは本当はコバなんだけど誰かのフォローない。さあこの角度のフリーキックです。守れない。さあこれはルチョなのかアセイなのかというところですが、前半終了間際セットプレーですし追加点が取れれば最高の展開となります。リベンジャーズ、ルチョ狙いました。これは壁に当たっています。すでに時計の針は20分を過ぎています。さあこのコーナーはどうか。手前に飛び込んできたところを狙ったんですが、これで前半終了の笛が鳴ります。相手のプレッシャーに苦労するシーンは結構あったはあったんですが、リベンジャーズ右のサイドから辻元亮のクロスに達也が頭で合わせるという綺麗な得点。このゴールで明秀日立、茨城の強豪相手に1点リードして折り返します。
ストライク前は2点目ね。うん、ストライクあれ抜けてるから、あのバタバタって先頭一回キープして上がりだと抜けれてるから勢いでやるじゃなくて、俺多分自分が点取ることしか考えてないよ。いいよいいよ。いいけど、いいけど、サイドに入るから。いやでも、まずは、ね、あれ引っ張れる、でも引っ張れるから、あと自由に使ってほしい量とか。でもこっからだ、こっからまだ行ってんだ、行って。もう行って。だからタチはさっきよりまずボールキープすげえ。めっちゃいい。汗入れちゃも効いてる、パスワークがすげえ俺は多分。いやいいよ、ないっすよ。めちゃめちゃやってる。超ナイス。タイミングがあるから、あれで下がるし、多分もう1回行ってるから、こいつ来んだなって思って、間違いない、そしたらそうだ、ガラ空きになるから。いや、あれ、バックパスもちょっと立ち上がりやめた方がいい。うん、何より、1点取ってるから、こっちが、うん、焦る必要ない、マジで。で、まあ、しっかり最初の入りは、マジで落ち着いて、はい、冷静にやることやって、はい、何してんの。いやもう純粋にさ、こういう催し物とかそういう問題じゃなくてさ、サッカーの質ってどうなの。何しに来たの。何しに来たの。ああいうファーストプレーは大事にした方がいいな。勝負根性だと思う。立てると思ってやってないっしょ。思ってやってる。じゃあそれをピッチで表現しなきゃならない、うん、ダメだ、あんな、うん、はい、サイドバック、右はサイドバック出てくるんですよ。もっと守備でさ、で全体的に落ちないですか。厳しいよ、うん、落とされてまた右に変えられて、そこから俺らが広がってしまいやりてえから。OK、じゃあ修正するよ。めちゃくちゃいいんだけど、こういういい流れの時こそ、同点追いつかれた時にダメージはこっちだから、ここで気引き締めるの本当に大事、はい、で、一つ、攻撃のところなんだけど、すごいよくやってくれた。もうあの見返りが良くなったら迂回経路作れてるから、でももっと精度高くつける。右に落ちて左に落ちて上がる、あ開く、コバで、最後はこういう、こういう時で、この時に縦並びとかにならないようにちゃんとこう横になる。じゃないと、この縦並びになってるときに、ここも遠すぎて通らないとか、こういう現象起きるから、4つコース作ったら、相手にとっては、4トップでここまで破面来るなんて大変だし、そうですね、角度が増えて、それによって全部破面落としてきたら、そう、コースが開いて、出せる。だからこの迂回経路作りっていうのが、作れてると思ってるかもしれないけど、まだまだもっと作れる、もっと楽なサッカーができる。常に後ろをペナ幅で3作る。なんでこれかっていうと、ここのルートを作りたいの。逆に触れないときっていうのは、近くになっちゃってたり、いなかったりとかするから、これを作るっていうのはすごいね。で、サイドにつけたときに、このときにこう棒立ちだと、ウイングがないときに戻せないから、このときも細かく作り直す。だから、普段みんながフットサルでやってることと一緒。常にパス出したら作り直す、パス出したら作り直すっていうのを、後ろでしっかりやる。OK、OK。で、守備面。守備なんだけど、違和感あるかもしれないけど、この守備って、中を閉じて、外に出させるのが目的なんだ。この守備の狙いは中を閉じる、中央あの壊す、そういうコアブレイクっていう守備だから、めちゃくちゃ走り回らなくていい。とりあえずどんな疲れててもセンターバックのところまでは戻ろうと。で、ツーサイドアークもどんな疲れてもここまで戻ってここに持たせよう。そうすると楽になるから、こっから出ていけばいいから。と違和感あるけど、今までの日本サッカーがおかしい。こっちが正しい。その違和感を取り払ってリベンジャーズで新しい、歴史作ろう。よっしゃー、はい、山本がボランチに入って、はい、長田アウトで、はい、ユーターがセンターバックに入る、はい、でキャプテンマークは山本が巻いてる、はい、マジで本気になって取り返しに行けよ。まずはそこからだと思う。やり方じゃないよ。大丈夫、はい、はい、スロープ、トリオ、トリオ勝つんだよ、勝つ、リュウヤ、ふぅ、シュウ、おい、シュウ、大丈夫、準備して、準備して、大丈夫か。はい、軽いなんかノンシンサーみたいな。よかったわ、マジでわ、さあ行こう、はい、気合い入れます、行こう行こう行こう、オッケー。まあしっかりね、今いい流れできてるけど、まあしっかりそこは最初の入りはあのチーム全体で引き締めて、マジ立ち上がりね、立ち上がり絶対しやること変えないよ、無駄なことやんないぞ、しっかりもう1点もう1取って勝ちましょう。よいしょっす、よいしょっす、シャッシャルター。
さあリベンジャーズ対明秀日立、前半 1-0 リベンジャーズリードで後半が始まりました。さあこれは遠目から左足狙っていきます。前半に引き続きましてご覧のように結構な強い雨です。とはいえこの雨の中リベンジャーズ1点リードでゲームを進めています。辻本亮につないでいったんですがここは狙われました。さあヘディングのパス、おっと抜けたチャンス、左足狙いましたがドルジー・ユータ取りました。根岸のシュート、さあドルジー・ユータが探します。深いところ入れます、そこにプレッシャーをかけます。長い球を入れられましたんでこれはセンターバックのコバのカバー。さあこれはどうだ、スローイン明秀日立ボール、深いところに流し入れてのヒール、これはつなぎます。ルチョ星座が絡んでルチョが立て後ろ向き大空、おっとここは要注意要注意、大空なんとかキープ。ドルジ長い球跳ね返しを拾ったのは明秀日立の左サイドバック細山です。逆サイドへ右のウィングの永瀬勝負した、カットイン永瀬左足ナイスキーパー、こぼれ球を狙いに行きます竹花、これもしのぎます。明秀日立のチャンスでした。16番の永瀬のミドル、キーパードルジもよくしのぎました。深いところつく、これは出てった左サイドバックの細山でしたが間に合いませんでした。さあこのゴールキックドルジー・ユータはかなり間合いを空けます。そしてこの長い球です。かなりの雨です。タキヤ5、タキヤ5まで出ていい、後ろが上げろ、後ろ上げろ、ゴールだ、ゴールだ、取ってんだよ。さあスローインです。そうそうそう、狭いところで左足ワンタッチ入れたんですがこれがミス。さあカズが深いところ入れます。じんわりと敵陣に入っていきます。さあこれはどうでしょうか、大空がタッチライン際でキープ、つなぎに行きます。合わない、ちょっと入れ替わられました。セイザコバがカバー、そして体を入れる辻本亮、辻本さあこの位置からリベンジャーズセットプレーになります。11番の亜生、亜生はやめてセイザに蹴らせるようです。さあセイザが角度をつけてゴール前、さあボールを置きます。12番の宮本、全体を上げます、上げて深いところに入れてきます。さあ空中戦の競り合い、セイザ競ってコバフォロー、ドルジ出る、一気にラッシュ、
ラウンド合わせに行く。さあ狭いところでキープして残します。明秀日立のマイボールになります。ボールを一つ持ち出した山本、そして左のサイド細山が行きます。ここは辻本亮が早めにつきます。アゼイのフォロー、さあつなげるか。レンジャーズ大空が入れて後ろ残し、ルチョの横パス、左はソータが開いてます。そのソータに入れる。さあソータ、ソータノーファー。16番の永瀬、そしてこの位置に14番の吉田。展開を変えます。吉田のパスから入れ替わったぞ。チャンスどうするか、狙った見事な右足、同点。明秀日立追いつきました。11番の山崎。吉田が背後に出したこの浮き球、タッチラインからアクションを起こした山崎博がこの突破からの右足、入れ替わりをついてのものですが、シュートは素晴らしいシュートでした。ちらっとゴールを見て最後このシュート、内側を抜くという素晴らしい右足です。さて明秀日立が選手を変えます。今点を取りました山崎がここで下がりました。代わりに3番の古内が入ります。古内春之進です。さあリードしていましたが追いつかれましたリベンジャーズ。こぼれ球背後、ちょっとトラップが流れました。さあドルジユータが長い球を蹴ります。頭で残した吉田、ちょっとクリア失敗、ワンタッチで流した根岸、入ったばかりの古内が前に抜けていきます。さあこのセカンドボール反応したのは23番の竹花です。追いつかれたリベンジャーズ、まだでも時間は結構残ってます。前にボールをつけた大空、カットして後方からシンプルに背後を狙ってきました14番の吉田。明秀日立はプレッシャーをしっかりかけに行きます。リベンジャーズは結構つなごうとしてますんで、そこを狙っているということなんだと思いますが、吉田が方向を変えて横にボールを入れます。さあ山本が前に出てきてボールつなぎに絡みました。おっとこれはどうだ。ソータマッチアップしたのは16番の永瀬。25番の山本は途中から中盤でプレーをしているようです。明秀日立ちょっと接触があって倒れました。リベンジャーズ釣りましたか。ちょっと足つりました。タイガ、左サイドバックのタイガです。さてどういう交代をするでしょうか。リベンジャーズベンチ、かなり厳しそうですね。さあこれで交代で A が入ります。A は中盤のプレイヤーですので、誰が左サイドバックに落ちるかということなんですが、さあ
ボールをカットした明秀日立、この位置から持ち出していきます。縦行く大空のカバー、さあそして中入れます。ボールを中央に置いた竹花が狙ってきました。左のサイドでうまく作っておいて、14番吉田、そこからこの23番の竹花流星、少し距離はあったんですが大胆に狙ってきました。さあ残り10分、前からプレッシャーをかける根岸、竹花もプレス、股抜きのパス、これを狙って細山、吉田小さなパスです。コーナー付近で竹原がカットイン、クロスにしました、チャンス、3人飛び込んだ明秀、まあ、右足で狙いました、古内戻りながらの右足のクロスボール、この竹原がいい球を入れます。ゴール前は2トップに右のウィングの永瀬も入ってのチャンスでした。永瀬に当たったこぼれを途中から出てきた古内が狙ってきました。さあドルジ、まずはこのセカンドを回収して早く敵陣に持ち込みたいところです。セイザのクリア、リベンジャーズはエーバー中盤の割と高い位置で、ルチョがですね左のサイドバックにポジションを移しているようです。こぼれ球、さあ吉田運んで右、まあ、ですからこの永瀬に対してルチョがマッチアップします。17番おっと永瀬左足、これはキーパー取ります。際どいチャンスでした。明秀日立押し込んでリベンジャーズを自陣に、まあ、釘付けにするような形です。さあどうだ、ここはどうでしょうか、残した背後に出す、おお角度をつけてチャンス、うまく止めといて、ソータソータ、もう一回ソータ、フォローがあります辻本亮。さあ竹花真ん中でボールを収めて、24番の根岸、リベンジャーズもプレッシャーをかけますが右に展開しました吉田。さあ永瀬はさっきいいシュートを今度はクロスにしました、際どいチャンス、最後根岸。明秀日立の際どいチャンスが続きます。今度は永瀬のクロスにストライカーの根岸、ボールは枠に行きませんでしたがいいサイドアタックでした。さドルジが深いところに入れます。大空、さあ辻本亮です。大空はちょっと選手交代の後からポジションやや下がり目になっているようです。コバ、おおちょっと短い、ドルジ長い球を蹴ります、止めといて反転、根岸どうだ、前に出ます出ます、セイザ、そして大空、左のサイドソータがちょっと残します。プレッシャーは依然厳しい明秀日立、そして雨はさらに激しい展開になってきました。スローインです。
明秀日立は深いところに入れます。こぼれ球、さあシンプルに右裏、山本が出して3番の古内のクロス、横に揺さぶってまたチャンス、明秀日立のいいチャンスが続きます。山本が出してこの3番の古内が入れて、根岸に立て続けにチャンスが来ます。さあ時間はもう残り5分です。1-1です。まあ、1-1 ですと勝ち点にはなるんですが、得失点の関係でリベンジャーズは敗退となりますので、ちょっとピンチが続いてはいるんですが、なんとか勝ち越しのゴールを取らなきゃいけないという残り5分になります。さあ挑んだ辻本亮、セカンドボール球際を激しくしますリベンジャーズ。しかしこの横パスが通らない。さあ竹花、竹花が逆をついて真ん中に入れます。おー、背後に抜けて古内、最後コバもカバー、キーパードルジも出てますが、このシュートはわずかにサイドネット。竹花のこの角度をつけた背後へのパス、古内がキーパーに当ててコバがフォローしたという形です。最後シュート枠をそれました。命拾いでしたリベンジャーズ。まだ望みはつながっています。さああと4分、おっとちょっと引っかかったが、コバのクリア、まあ、クリア気味に前、ソータ前にいて入れて達也の落とし、さあアセイダ、アセイで広げた辻本亮、カットインからクロス、これはしかしながらキーパーボールです。パントにしましたゴールキーパーの宮本、セカンドボール、さあ竹花粘る、アセイがワンタッチ左、人はいない。さてカズですね、ちょっと倒れてます、まだちょっと立てませんが今立ち上がりました。あと3分です。ちょっと接触があって痛めたということのようです。さあなんとか1-1でこらえています、そういう言い方をしておきます。そのぐらい明秀日立に際どいチャンスが複数あります。後半さあやりきるぞ、やりきるぞ、後ろ後ろ、近いところ入れました。ここからクロス、これはドルジー取ります。ドルジーのパントから一気に前を狙う、走る達也カバーします。明秀日立13番センターバックの今野、さあようやく敵陣深いところまで来た。ドルジーのパントを起点にここです。ルチョ、ルチョは途中から左サイドバック、カズの残し、おっと星座が背後へ、跳ね返しを拾った大空、反転を狙う、こぼれ球、アセイ左足パスにしました。チャンスボックスに踏み込んだが、ちょっとシュートにはいかない、ヘディングのパスです。星座、辻本亮、辻本亮、キラ面白いパスだ、こぼれ球、辻本も反応した、そして踏み込んでアセイのクロス、粘るアセイ、ワンフェイク、アセイ入れ直し、さあ頭で前、さあこのまま前に行く、古内が行った、古内がこっから上げました。おお、ちょっと空振り、こぼれ球、さあ拾った、根岸キープして、キープして狙う、
こぼれた、チャンス、右足、山本、もう一つ打っていく。これもなんとかこらえました。まずクロスボール、ストライカーの古内から空振りがあってクリアしきれないのがあって、根岸がワンフェイクから左足、最後山本という形です。スローイン、おっと、これはミスになりました。セイザが入れたんですが、はい、ボールサイド上げ、もう前に置いた、これは狙ってきました。右から右足だけ、アナリウス、カットインから素晴らしい、まさにワンダフルショット、逆転しました明秀日立。スローインからこれワンフェイク入れて見事な右足、少しシュート回転してボールは右ポストからネットを揺さぶりました。これはキーパーのチャンス、竹花素晴らしいシュート。ゲーム終了間際、高校サッカーの強豪明秀日立一歩前に出ました、逆転です。そしてついに追い込まれましたリベンジャーズ、勝たなきゃいけないこの設定のゲームで、まあ、ピンチが多数ありながら 1-1 でしのいできたんですが、これであと2点必要になりました。さあ吉田ちょっと滑ったがフォローがあります。吉田が来た、吉田のパス、フォローがあります。竹花が行ったんですが、さああとどのぐらい残っているか、さあドルジー・ユータが、ま、蹴るんですが、時間との勝負なんです。に、ま、結果的には2点取らなきゃいけない状況で、あとちょっとフリックゴールに迎えるか、亮が左に蹴る、ちょっとボールが戻ってしまう、古内が前に行きます。さあ運んだ、星座浮き玉、おお背後に出てくる達也、達也粘る、達也こぼれ玉、どうだ、これはクリアに逃げます。これで試合終了の笛です。明秀日立逆転勝ち。そしてリベンジャーズ新監督招聘した2試合は連敗となりました。12分に達也のゴールでリベンジャーズが1点を取ったんですが、明秀日立後半山崎竹花の2発、1対2逆転で明秀日立がリベンジャーズを下しています。リベンジャーズはこのリールズチャンピオンシップグループステージ敗退です。よいしょ。
でもその分めっちゃ止めてたけどね。まあ一個ずつ練習して、そんな余ないってことで。でもやったら絶対できる。それ。まだな、新しいことばっかり。そう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 。大丈夫。量だった方やで逆に。まああとはな、出てない人たちがおるのが申し訳ない。そう。その人たちを出すぐらいの。な強さってか。そうそうそう。申し訳ないわ。申し訳ない。また頑張ろう。いや本当に今甘くないですね、まあ、まあ皆さんが見てね、良くなってるじゃんって思ってくださったら嬉しいですけど、まあ、僕自身見てて1試合目にできなかったことが思ったよりもできるようになってて、横使ってとかそれができるようになったから、あ進化してんなっていうところで得点っていう結果にもらってたんで、でもあそこでやっぱりちょっとチームが浮ついたようになんないようにちゃんとしっかり締めて後半に入ったつもりだったんですけど、それでもやっぱりね、ああいった結果になっちゃったんで、このサッカー、過程だけじゃなくて、この過程をちゃんと結果につなげることが、まあ、次のお前ら伸びしろだぞっていう風にリベンジャーズと僕に、あ僕もリベンジャーズを教えられたって感じの試合になりました。本当はもっと細かく修正したいとかなんですけど、ただ試合中にできる修正とこの試合外でしなきゃいけない修正があって、もう試合外での修正の方が多かったんで、これに関してはもうあとはですね、もう専門的な話するとね、ボール持った人に対する立ち位置ってそのボール持ってる時によって状況違うじゃないですか。なんでそれをそのプレーが終わった後に外から監督から言ってもこう頭パンパンになるだけなんで、もうあとはもう見守るしかなかったのがちょっと辛いところでしたね今回は。終わってね、こういった結果の後だからね、言うと受け取り方もありますけど、やっぱりもっとみんなと一緒にこう戦術理解だけじゃなくて、こう個人戦術に関して個人の判断のところに関しても、まあ、もうちょっと伸ばせるなってところが、もうちょっとじゃないですね、まあ、たくさんあるんで、まあ、そういう時間、練習の時間とかそういう合宿の時間とかそういうの設けられたら、まあ、ありがたいなっていうのは思いますね。これをバレると、まあ、選手たち応援してあげてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。どうしよう、最近大丈夫？いや全然ダメだね。もうなんか出てるよね。お疲れ、ジロ。終わった？終わり。お疲れっす。飯行こう。飯？ご飯行こう。なんで元気ないの、ジロ。来られたっていうのはなんかもういろんな人をがっかりさせてる。最近で言うと本当にあれだよね、神村学園戦からなんかそのウィナーズのサッカーに対してちょっとやっぱうまくいってない部分とか、ミスしたらどうしよう考えてたもん。で、タカにめちゃくちゃ言われてな。そうね。みんなにさ、タカがタカがって言われてるさ、そこはやっぱ気にしてる。呼ぶか。じゃあタカに電話してみますか。バンバシーフォイドネイマール、ここをかわした。ボックス内へ、ブスフォード。チャンス来た、メッシ。コナミ